新しいフォーマットの音楽を作るって結構いつでもワクワクするもんだなって見たことないものが見れたらって感じるんですたまってみなきゃ分かんないことたくさんあったのがすごい面白かったですね。 一番最初あの360体験したのが僕多分まだこれの前のバージョンの時の、えー、と状態の時に、えー、と渋谷のモディで、えー、と僕が参加しているバンドが「360」バージョンになるっていうのでその時僕触れなかったんですけども初めて体験した時で,で今回また2回目に多分なるんですけど。 そうですね、触ってみなきゃわかんないことがたくさんあったの、すごい面白かったですね。上下方向があるので、特に前の方は、あの、表現力が豊かな感じがすごく。特徴として感じてますね。最初に、ここの中央に座らせてもらって、聞いて。で、その後。ヘッドホン。の中でも聞けるって言うんで、変換して、聞いたら。あの。 そのシームレス感というか外の聞いてる音とヘッドホンの中の音が全く一緒だってあの、ね、エンジニアさんに鳴ってないじゃないかって言っちゃったんですよ。<laughs> なってねえんじゃねえんかって言って外したら外が鳴ってなかったっていうめっちゃいいリアクションン。<laughs> あれ実はめちゃくちゃ恥ずかしかったや <laughs> っちゃったみたいなそれぐらい、うん、リアリティがその中でもあるなっていう音像の。 操作とか近さととかか近がが作れててるなっていうのが驚きでしたでもなんか立体音響って聞くと結構音の動きがあったりだとかそういうふうにイメージしてたんですけど代感すると何だろう特徴的なのはやっぱ奥行き感っていうかさっき言ってたような上下もそうだし何だろうこうやっぱヘッドホンとかスピーカーで聞くような近い距離じゃないこの。 部屋の空間みたいな音像みたいなのはすごい特徴的な感じはしましたね。えっと一番最初に思ってたのがえー、っと立体音響でやるっていう三六マで立体音響でやるっていうところで一番最初のアイディアはあの電子音がいいかなと思ってたのがあったんですねで。 ちょうどその時に岡田君とえー、とアルバムの作業別なアルバムの作業をした時に次は電子音だって言ってたのを覚えてたんであの人だなっって思ったのを覚えてますただその電子音だったり岡田君だっていうのを最初思ってたんですけどあともう一人パートになるような人もいてほしいなっていうところと。 あのー、ピアノかなって思ってたのだったりあと,、えー、と結構ポップスってもうちょっと情景的な感じだったりとかするものの方が合うんじゃないのかなとかこう、まあ、そんなんか全然イメージだけだったんですけどっていうので、えー、とゆうまくんがいつも映画の音楽とかを一緒に仕事させてもらったりしてたのであと。 岡田君と誰が一緒にいたら面白いだろうなっていうのが思っていたのもあって <laughs> 僕が想像する中で一番面白いことが起こってくれそうな二人かなと思ったのが一番最初でした他の企画ものとかでも、まあ、あのいわゆるインスタレーションとかでやらせてもらったりもするんですけどなんかその度に何だろうちょっとアトラクションチェックになりがちというか、まあ、あのうん記号的になっちゃうので。なって その音楽性が出づらいなって結構悩んでたんですけれ今回これだけ密にみんなと話せるんだったらもうちょっと面白いものを作れるんだろうなっていう期待感があって参加させてもらいました、はい、当初電子音って言ってましたね確かに。最まああんまり電子音的に聞こえないかもしれないけど多分質感の作り方だとか 音響の作り方みたいなのは結構多分エレクトロっぽいやり方はしているのかなっていう感じは、うん、多分そのサンプル素材がアコースティックな楽器が混じってるだけで形が流動的に変わっていくような構造を持った音楽にしていこうっていう、うん、そういうのが合うんじゃないかこのシステムにはみたいな話になっていく中でなんかあんまりその楽器とかの垣根は一体 一旦そこでは溶けちゃったような感じにはなりましたね、うん、気づいたら誰も電子音とか生書きとかはあんまり言わずに勝手にこういう形になってったみたいなところでしたね何やろうかってなんか都内を半日くらい フィールドワークって <laughs> 歩きながら見えるものって思いついたこと話すみたいなうん、うん、ずっと話したうちに何か水「水」とかキーワードになるかもねみたいな話をしてた記憶はあるねいろんなものに変容する感じ、うん、とかのイメージは合うのかもねって話をしてたような記憶はありますね。うんうん ね、水自体が持ってるそのドラマ性みたいなかなり大きな,な、うん、キーワードでしたよね。それが移り変わっていくことが音楽の流れになり得るなみたいなみんなで話してて。まあ、あとほんと「水に触れる記憶」みたいなのゆうまくん多分初めに言ってたけどなんかそういう感覚はすごいなんかそう感覚的な、ね、記憶みたいなそういう。 めっちゃ触れるようで触れらんないようなところを形にしてみてみたいなみたいなんかそういう距離感の感じはこのシステムのんだろう独特の空気感に親和性あるような音楽構造を用いるんじゃないかなみたいなだからこの話ずっと多分手動かすより多分9割ずっと喋ってましたね僕 最初の一音出すのが本当に怖かったです一<応>。一音<こ>。一、ね、音出るまでは長かったね、うん。そうそうそう,そう、うん。ウマくんがねあの原型の。 メロディーラインと和製組を作ってきてくれて、そこでグッと進んだよね。そうだからめちゃくちゃ怖かったんですよ。嫌われたらどうしようとか。初めてだもんね。そう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 スタジオこもってて、私のベーシックだけもピアノでバーって作ってしまって、そうそれでさあどうしようみたいなのもう一回みんなで話しを作り方でした。だからそれ素材的に取ってるから。 結構バラしたり、うんね、ワンコードに変えたりみたいなのも作ったけど初めに並べたコード感が結構もう完璧な感じというかこれ以上が見当たらないぐらいよくできてるっていう感じだったしここねあの流れ自体がやっぱその形のなさみたいな和製進行になってたし。ああうんか いい曲だよなって思いました。あ、いい曲ですよ。<laughs> 普通に。うん、<laughs> 個人的にはすごい充実感に満ちてます <laughs>。あの。<laughs> 二人のおかげだなという感じがすごくしてて。なんせ自分でやってて、聞いたことないものになってるし。あの。 スタジオで作業してる時とかに昨日夜,夜中とかも作業しててーすげえいいなって一人でやりながら思ってた時とかはやってよかったなっててかたたなすごく思いました僕は一作曲家としてそのどうやったらいい音楽作れるだろうなっていう意見でしかないんですけどあのみんながなんか見てる柱みたいなのが でそれに対してその構造を作るのはある意味簡単なんです。簡単なんですけどそこになんかみんなが投げかける疑問であったりとかそのなんだろうな、うん、新鮮さっていうのが僕はパシアのおかげで見たことないものが見えたなって感じるんです。まあそれはこのなんだろうなこの現代的なテクニックがないとできないたどり着けない表現だったなとも思いますし。 うん、だからこそ何だろう映画結果的にやっぱ映画的にもなったなって思うんですね音楽がそれはその水の音を使ったってのもあるんですけど記号の上記号を見ながら聞いてる音楽みたいななんだろうななんかこれは多分純音楽では全然ないんですけどそれのおかげで情景が思い浮かべながら記憶にすごい触れる音楽になったのかなとは思います。とても 満足しています僕も。新しいフォーマットの音楽を作るって結構いつでもワクワクするもんだなっていう感じはしますよね。うん、なんかフィルスペクター聞いた尾竹一がなんかあの感じをデジタルリバーブとステレオでなんか、うん。 音楽更新していくみたいなそういう感覚に近いしそれが生まれるまでに多分、うん、さっき言った音楽に対する疑問っていうかなんだろうを投げかけるみたいな,、うん、なんかそういう作業ってやっぱプロツールズ出て以降あんまりそういう作業をするタイミングって僕らの世代だとなかったかもしれないなとか、うん、疑問、うん、フォーマットに対する何か考えなきゃいけないことってあんまりなかった世代だと思うんですけど。 なんかそういうことをね結構一からやるみたいなのはうん、結構刺激的っていうか、うん、うん、なんかなんで音楽作るんだろうみたいな根本的な話に立ち返るような作業であったなだから成功したかしてないかは僕どういうふうにねなんか自分ではど どっちに転がるか分かんないしその今の段階でも分かんないなって感じですけどなんかすごい意味ある制作だったなっていう感じはしますね。うん、ゆうまくん去年,った初め去年会った人の中で一番面白いし <laughs> こんなに面白い人いたんだっていやいや会えてよかったよ。ね It's a good ending.